これこんにちはありますか。おはようこんにちはでいいです。柴田議員の元でインターン活動させていただいております島岡と申します。私が議員インターン活動に参加しようと思ったのは、私は大学に入って大学生活を充実させたいということでした。でも具体的に何をしたらいいのか分からず、足踏みをしているときに、ドット JP のスタッフをしている同じ大学の先輩からお誘いをいただいて、その議員インターンシップの存在を知りました。最終的に参加を決断したのは、政治的な興味があるからではなく、何事も経験が大事だからやってみようということで、簡単な理由です。でインターン活動を通して私が一番良かったと思うのは、たくさんの人と出会えたことです。河内長野の地域の人々だけではなく、他の議員さんや他のインターン生やドット JP のスタッフの方々など、さまざまな人と出会うことで、今まで自分が知らなかったり持っていなかった知識や意見や考え方を吸収することができたと思っています。これは普通に夏休みを過ごしているのでは絶対にできなかったことだと思っています。と、他の人の考えや意見を知ることは自分のことを見直すきっかけになると思っています。今回のインターン活動は、自分が他の人と比べて何が足りないのかとか、何が長けているのかを実際に身をもって感じたり、改めて自分を変えたいと思うきっかけになりました。で、これからインターン活動で学んだことをどう生かしていくかについてですが、インターン活動で学んだことは本当にたくさんあります。でもそれを自分のものにするために、学んだことをアウトプットする機会が必要だと思っています。そのために私はドット JP のスタッフになることに決めました。私が活動を通して学んだことを生かして、これから議員インターンシップに参加する大学生をサポートできたらいいなと思っています。まだまだ自分には殻を破るチャンスがあることを信じて、スタッフとしてこれからも頑張っていきたいと思っています。